ピッと取れました。低い回転域からこれが出てくる、こう出てくるのか、回してからこれが出てくるのかっていうところの違い。つまり、不審チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。部品が届きました。これね、ウェイトローラーですね。2種類買ってみました。 10g と 7g、 純正がね 8.5 じゃないかという噂があります。はい、バラしてないで分かんないです。それからね、せっかくだからベルトね、ドライブベルトというやつですね。極みシリーズ、メイドインジャパン、ちゃんとしたやつです。で、品番がこれですね、 23100GC8004 リード80用ですね。なんかリード50用がもう廃盤で、80用と品番統一になってるという噂なので、これを買ってみました。この3点でね、今回ちょっと駆動系まだ全然開けてみてないので、どういう状態になっているのかと、以前にね、ちょっと走った時に加速が悪いと、ちょっともう少し最高速はいいので、途中間加速を良くしたいね、坂道に強い子にしたいねっていうのがあったので、それをちょっと目指してね、今回チューニングしていきたいと思います。毎度毎度尺稼ぎビールはず。このブブシリーズはスクーターのエンジンを使っています。ここがこの前ねやったキャブレターとかで、変速は CVT というベルトで変速する、機構を持っていて、この中に入っています。結構カスが溜まってますね。これはベルト結構劣化してんのかな。はい、見えてきました。これが構造、ドライブプーリー、ドリブンプーリー、まあ、こっちのエンジン出力のプーリーにをベルトで、こっちの駆動にこう伝えるってやつです。こういう風に回るんだよ。ベルトがここにかかってるでしょ。で、このベルト遠心力で、このここの隙間、ベルトがかかってる隙間が広がったり狭くなったりしてします。はい、それによってこのベルトが今すごい深い位置にいるんですけど、これがベルトが上がってくるんですよ、このギリギリまでね、際まで。そうすると、ギア比が変わってくる。この小さくかかってるでしょ、こういう風にね、とエンジンの力に対して、エンジンが1回るのに対して、後ろの例えば回転数が2になります。1の力を2倍にして下に、こっちに伝えております。これがプーリーが大きくなって、これがこういう風にぐーっと広がってくると、1対1、エンジンの力1に対して、タイヤの回転数が1になったり、自転車のギアで言ったら分かると思うんだけど、ギアが大きくなってくると、フロントのね、フロントのギアが大きくなるとスピードギア、フロントのギアが小さくなるとパワーギアみたいな感じになるんですよね。それを司っているのがこのプーリーという仕組みで、今からバラしていきますが、ここの中にその変速の仕組みがね入っております。よいしょ、これが取れてきて、ここでベルトが外れるわけですね。ベルトちゃん、こんにちは。はい、これね、これが重要な装置になります。はい、さっきね、下で説明したのは、ここベルトがこういう風にかかってて、遠心力でね、これがこう広がってくると、こうギア比が変わってくるわけですよね。こういう風な仕組みで、ここをこうベルトがね、こう動くようになります。で、今回ベルトを新しくしようと思うんですけども、これね、ここの幅がこう広がることによっ
て、このプーリーの幅が広がることによってこう広がったり縮んだり広がったり縮んだりするんですけど、それによってベルトが上に行ったり下に行ったりします。でベルトが劣化しちゃうと、これがグーッと押し付けても上まで来ないんだよね。ベルトが細くなっちゃう、ここが劣化して細くなっちゃうと、これせっかくギューって最後まで押し付けてもここまでしか来ないようになるわけですよ。でこのベルトが元々の太いと上までギューってくるよっていうことなので、このドライブベルトが劣化することによって実は最高速が伸びなくなっちゃったりとかします。なんかスピード出ねえなっていうバイク乗りの方はね、このドライブベルトがもしかしたら劣化しているかもしれないですね。はい、この新しいねベルト結構高くて3000円ぐらいしましたね。長さ大体一緒ですね。はい、でさっき言ってたここの太さなんだけど、これねこっちが7ってとこかな、66でこっちが88でしょ。これ2ミリぐらい細くなってんだよね。でこの細くなったのどこ行ったかっていうと、ここですね、この削りカスちゃんたちですね、粉になって、削れていきます。2ミリだとまだ大丈夫だけど、これさらにもう1ミリぐらい減ってくるとだんだんもう最高速に上がらなくなってきます。つまりこれに交換することですでに実は最高速アップがねできるってことです。そしたらこっちを改造して、次はその加速力重視ね、加速力重視にしていきたいと思います。変速の仕組みをねちょっと皆さんにお見せしていきましょう。どういう構造になってるかね、すげえなーって思います。考えた人天才だなーって。よくこのね10万円ぐらいで買える乗り物のエンジンにこういうね簡単で的確なシステムをこう搭載ね、考え思いついたっていうのはすごいなぁと。わーだー、デロデログリス。はい、中見てみます。はい、はい、出てきましたね。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16個出てきました。これウェイトローラーって言います。ちょっと減ってるね、平らになってるね。これがね6個あります。はい、純正のねウェイトローラーの重さを測ってみたいと思います。え、11.6g、 結構重いね。そっか、8.5g だと思ってた。ディオなんだね。これは10ぐらいでいいのかもしれないね。うん、大きさは同じだね。買った、あ、ちょっと違うか、ちょっと大きさも違うか。あらら、そうなんだ、結構でかいんだね。よく見るとここがこう坂道になってるでしょ。これはこっちにいるときは低いところにいるんだけど、これこっちに行くとこういう風に外に出る感じになるのね。これをこう押し出してくる、こっちが固定されてんの。だから遠心力が高くなるとこれこういう風にこう出てくるんだよね。こっちがこっちに出てくるんだよ、こうね。でそれによりこうなってるところのこれがこっちにこう出てきて、こっちにこう出てくることによってベルトをこの外側に押し出してやるっていう、そういう構造になってます。うん、はい、というわけでこのウェイトローラーなんですけど、まあこう重いのとか軽いのとかあるの ね、こういう風にくるくる回った場合にこれ重い方が遠心力がかかるでしょ。なので重ければこのこう押し出す力、こう押し出す力が強いんだよね。それに対してこれが軽ければ
うーんと回んないとこれが出てこないみたいな感じになるわけ。低い回転域からこれが出てくる、こう出てくるのか、うーんと回してからこれが出てくるのかっていうところの違い。つまり、低速ギア、車のね、一速ギアってエンジンの回転数が上がるんだけどスピードがゆっくりだから力が出るんだよね。それと一緒で出てこない、スピードが低いうちはこれがあんまり出てこないようにするっていうことで、いつまでもベルトをこの低い位置にこう保持させるっていう役割ね、が、あります。軽いとね。で、重くなるとちょっとした力で遠心力でこれがこう出てくるわけ。あのちょっとの力、重いから遠心力かかったら外側に行こうとするからね。うん、そうなってくると少しの力でアクセルをちょっと開けただけでこれがブワッと出てきてしまう。そうするとこのベルトが外側にこういう風に徐々に徐々に行って変速をしてしまうってことなんだよね。だから変速をさせたくない場合は軽いローラー、変速を早めにさせてって最高速でを出していきたいっていう場合は重いローラーっていう風に使っていきます。で、今回ブブこの504はどうするんだろうっていうことだったんですけど、ブブ要因504は坂道を強くしたい、つまり変速をしないで低速ギアでなるべく走れるようなセッティングにしたいっていうことで、このウェイトローラーはね軽くしていきます。はい。で、まあこの間違って買ったっていうか、そのやっぱ年式によって違うのね。それが分かった。一応ねインド50で見て買ったの、ディオと同じだなと思って。でウェビックさんとかのあれでもリード50って入れるとこれが出てきたからこれ買ったんだけど、開けてみたらディオ110とかと同じプーリーを使わなきゃいけないみたいね。なのでちょっとこれはまた届いたら作業をするということにしたいと思います。皆さんにこの変速の構造がね分かってくれたらいいかなと思います。うん、でもちょっとまた時間があるので先こっち綺麗にしていきましょう。はい、素材はねアルミですね。うん、でブブ501の時は鏡面磨きしました。鏡面磨きってこれを超ピカピカにして鏡のようにねしたんだけど、ブブ504はそこまでしなくてもいいかなと思ってます。ブブ501以上に全く見えないのねなのでむしろ、塗装の方がいいかな。今このグラインダーでこうサビの部分をねこう削り取ってで色を塗ってあげようと思います。はい、シリコンオフ、もうおなじみシリコンオフ。何の時使ったっけ、この前ホイールね、ホイールの時使いました。シリコンオフ。はい、そしたらね下塗りしていきます。プライマー、サフェーサーっても言いますかね。はい、プライマーまで塗りました。ちょっとねまた夕方になってきたので続きの塗装は明日また朝やろうと思います。はい、次の日になりました。ちょっとね午前中雨でした。でだいぶ乾いたので、サフェーサーね塗っていきたいと思います。ホンダのエンジン、ヘッドカバーは、カバーは何色にしますか。赤でしょ、タイプ R でしょ、タイプ R いきます。綺麗に塗れましたね、比較的。見えないんだけどね。で今回もうせっかくだからクリア、この前買ったやつ余ってるからクリア塗って仕上げたいと思います。
最後塗ります。はい、OK です。そしたらね、部品が来たらですね、ここを、取り付けていきたいと思います。次回になると思います。次回取り付けて走ってみて、果たしてどうなるのでしょうか。お楽しみに。